日ですから間もなくこの、湖を渡ったところから宮澤さんこれ来ますかね。そうですね、もう登り始めてさっき、ほど 6.4 キロ、うんでもう登り始めてましたので、はいそろそろ登りですね、ですね、はい、でどん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 勾配がきつくなりますので、はいできればこの辺りで、最後の位置取りを前に上げて、登りに入りたいところですね。ただ最初のまあ登り勾配のところの区間っていうのが結構厳しいその傾斜からスタートしていきますので10.8 というのがもうすぐにあります。アルフィリップ上がってきましたね。3番目前から3番目に走っています。でこういう温度差がある方がアシストもこう動きやすいと思いますね、うん、後ろ1分7秒。誰の足が残っているのか。さあ集団はこの位置、エディックス、トニーマルティン前から2番目。さあ原登り始めます。さらに厳しい登りに入っていきます。ロット NL も前に来ました、はい。かなりペース速いですね。そしてあの、道幅が広いのでコントロールしにくいんですよね。こう後ろからスーッと上がってくるチームがどん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 出てきたりしますので、相当速いペースで先頭を引かないと。あ、そしてここから、道幅が狭くなりますね。ここガスパロッと行きましたね。行くかな、行くかな、右から行った。さらにはキンタナが後ろマークしました。キンタナが後ろついた。さらにはゴチエも行く。グリブコとフザルスキーがつけないか。さあ前は3人に変わってゴチエはついていければというところ。ガスパロット強いですね、うん。まあ、ここまでこれだけ逃げてきて、そしてもう残り5キロ、このアタックはね全開です ね。ああ、ゴチエもゴチエも頑張ってここはついていきたい。じりじりと離されますね。ヘシュダルは切れましたね。まあこのレースはねなかなか難しいかなという感じですね。今度はスカイです。スカイが前に来ています。ゴチエもどうやら前の2人につけない。前の2人との勢いは違います。残り 5.2。 ルジャニー足が長いですね。ランダが当たりましたね。ランダが行くとちょっとこれ後ろ反応しないとまずいですよ、はい。ちょっと金棚が後ろでしたが、さあこの辺りギャロパンです。トニーギャロパン、ランダが動いて、今1分3秒遅れですね、うん、ランダは。まあ行かれると怖い選手ですよね。まあそうですね。そしてこのランダのアタックを使ってもしかしたら他にジャンプラップしたい選手なんかがね、はい、出てくると、まあ、レース面白くなってきますよね、うん。トニーマルティン、
キンタランです。おっとガスパロット抜け出しましたね。さあコンタドールとアラフィリップ、さあ前がちょっと反応し始めていますね。いつもの得意のダンシングコンタドールです。ボアッソンハーゲンはどうですか、これ皆さん苦しい、はい、今日は、ボアッソンハーゲンの日ではないですね。まあ、ランダはね今年の春先もかなり調子が良かったので、このシーズン中盤に向けて、まあ、どんな体を、ね、作ってくるのかっていうのは非常に興味があるところですよね。もう一回上げますか、なんだ後ろの集団は黒いチゲルですかね。かなりこれ強いペダリングで走ってますので、ここの勾配はやっぱきついですね。かなりきつい勾配の中から走ってます。ガスパロット、それでもガスパロット24秒差、粘りますね。これコンタドールがもう前から4番目、アルが厳しいですね。せっかくこの間ね逃げ切って優勝したんですけれども、そして22秒後ろ残り 4.2 キロもう集団が20人くらいですかね。ランダのペースも落ちないですね、必ず後ろも上げてきましたんで、はい、これでキンターナが吸収されるんで前はガスパロットだけですね。この辺の選手もね結構あるですね、結構みんな真面目にこう踏んでるんですけど、あるあまり調子良くないですね。ねえ、違います。本当はね勾配が得意な、きついところは得意な選手なんですけれども、なかなか活かせてないですね。ガスパロット表情を見ると若干苦しくなってますか。苦しいですね、苦しいですけど、もうこういう苦しさに、ね、耐える術を知ってますよね。この選手の時は必ずこうきつくても苦しい顔するなって言われたんですね。苦しい顔するともうそこから我慢ができなくなるから、苦しくても苦しい顔しないことっていうのは ね大事なんです。あっとランダが見えてきました。もうこれで一気に行きそうですよ。ランダが後ろも集団が来てるか。13秒です。ガスパロットがもう一回踏み始めて、はいね、あのガスパロットから、集団の距離なので、ランダからはもう8秒ぐらいのタイム差かもしれないですね。スカンバーついてますね。コンタドールは前から5番目あたりです。オランダがついに来ました。ガスパロットを捉えた。あしかし左後ろからは集団も来ています。まあ、調子が良ければもしかしたらコンタドールね、クレイジーの後ろについてそうな感じもするんですけど、なんかちょっとこう集団の中にいますよね。おピノも遅れましたね。ピノもこのレースにはね
大事なレースなはずなんですけれども、ちょっと遅れてますね。R もこの位置ですから苦しい。さあ、ランダ、ガスパロットがもうこの差になりました。ミケル・ランダ、そしてガスパロットがグループポンタドールに吸収。もうあとはこの人を目指して後ろから来ています。お、動いた、ダニエル・マーティン行きましたね。マーティンですね。アラ・フィリップの後ろついてるぞ。コンタドールはちょっと遅れたんですが、反応した。フルームが遅れてますね。フルームが遅れてるね、これは。アラ・フィリップもこれちょっとついていきたいところですが、これアラ・フィリップ行かないのか行けないのかですね。これもうフルームの前に出た方がいいですよね。まあフルームはですね、マイペースでずっと走ることが得意な選手ですので、あまりこういう揺さぶりは気にしないで走るタイプの選手なんですね。もしかしたらそちらの方にこうかけている可能性はありますけどね。ダン・マーティンが最初に動いてきました。そしてリッチーポート、コンタドール、フルームを着てアラ・フィリップも後ろちょっと空いてますが、なんとかここはつけそうな感じでありますけども、うん、これでランダが吸収になりますが、ロバン・バルデがフルームの前に入りましたね。ランダは諦めずに踏み続けますね。まあ、ランダは、スカイの中でも2番目に、総合上位なんですけれども、はい、もう1人いました。フルーム行きましたね。コンタドールがついた。そしてリッチーポート、さあフルーム来ました。うわ、これでランダとどうするか。もうランダはここはもう置いていきますね。置いていきますか、はい、うわ、これ上りのマッチアップです。この辺りですよね、あのフルームのわからないところ。これちょっとコンタドールが今日疲れた感じです。そしてフルームと一緒に走ってたアラ・フィリップが、ね、遅れてしまいましたよ ね、ダン・マーティンも後ろ。これでリッチーポート含めて3人になりました。おっと、あるコンタドールがちょっと遅れ始めましたよ。ダン・マーティン後ろ、さらにはバルデも後ろ。バルデもつけないですね。これはうわ、すごいですね。コンタドールはあれですね、マルティンと一緒に行った方がいいかもしれないですね。マルティンはあの一定ペースで走るのが得意な選手ですけど、これどう、ちょっとこれ触りますね。いやー、コンタドールが苦しい。あれ、勢いが全然違いますね、フルームと。はい、うわー、これはいい仕掛けになりました、フルーム。今現在4秒差ですが、コンタドールに対してこれタイム取ってます。取ってますね、はい、ダンマーティン来ましたよ。リッチーポートはこのままフルームについていって、うん、まあ、今2秒差の3位ですので、2秒以上の差をつけてゴールしたいところですよね。そうするとこれ上入れ替わりますからね、はい、まあ、それこそ昔のね、自分のエースとこう戦う時っていうのはね、またちょっと複雑な気持ちかもしれないですね。任したいです。ボーナスタイムありますからね。これ4秒ありますんでね、10秒と6秒でこのマージンが4�秒、そして3位に入るとマイナス4秒。コンタドールはどうなんだ。後ろからどんどん来ますよこれ。そうですね、これは後ろの集団、まあ、勢いがね、あまり強くないので、できれば見える範囲内でマルティンと2人で行きたいところですね。とりあえずここは2人つきました。さあ、これフルームは残り2キロ切っています。で、一旦ヘーター基調になって最後 400m まだ登ってゴールです。どこまで詰めることができるか。まあ、フルームは今あれですね、声かけましたね、リッチーポートに。どうするか。
できるだけ上げていこうということになったのか、まあ、ある意味ポートもね、フルームのもしかしたら弱点をね、知ってる可能性ありますので、弱点というかその自分が勝つためには、彼に勝つためにはどう走るべきなのかっていうのが見えると面白いですね。今度はリッチーポート、まあ、アシストとして走ることとエースになることというのは全く違うことですので、うん、あれだけ、ね、もう強力なアシストができたリッチーポートでも、エースになったからといって勝てるかどうかというのは、ね、難しいですね。アラフィリップがこの位置後ろです。グループ3です。自分で行きますか。もうさらにはピエロローランもいました。さあこれでちょっと下り基調です。はい、もうこれで1キロですね、 ですね、はい、さあ1位2位この2人で争いになりました。これボーナスタイムありますんで、これリッチーポートは宮澤さん仕掛けたいんじゃないですか。これそうですね、まあ、最後ねちょっとしか登ってないので、でもね、ボーナスタイム稼ぎたいですね。いやそうですよね、はい、ポートの方が、フレムリーよりは、スプリント力がありますので、はい、まあ、ボーナスタイムプラス 1,2 秒稼げると、うん、また面白いかなと思いますね。そうすると総合の順位も変わりますんでね。どうでしょうか。そうですね、コンタドールから今現在タイムを取っていますが、この2人リッチーポート前、ポートに行きますね。自分で内から行った。うわ激しい競り合い、うまく抑えた。残り300、ここからちょっと上りながらです。うわ激しいマッチアップだ。フルームどうする。内から行った、内から狭いところ着いた。フルーム行った、前出ました。残り200。さあリッチーポートはどこで行くのか、どこで勝負。うわどっちだ。ポートの表情もきつい。いやーすごいスプリントになっています。フルームもう1回上げた。さあリッチーポートボーナスタイム取れるか。いやーフルームが抑えている。フルームが強いぞ強いぞ。抑えたが力でねじ込んだ。そしてリッチーポート、さあ3位はダン・マーティン、そしてイエーツ、コンタドールはその後ろ。ダン・マーティンが前、コンタドールは前に出れないか。アダム・イエーツがサイドから言いました。ダン・マーティンの横どっちだ。3位はイエーツか、コンタドールが5位。あーバルデがここで帰ってきました。いやコンタドールが5位でフィニッシュ、はい、タイム落として、さあ宮澤さん総合の順位が変わりましたね。変わりました。そして、まあある意味フルームの作戦勝ちだったかなというふうに思いましたね。下り坂できちんと休んで、上りに入っても先頭に出ずに最後のこの直線にかけた。普通に考えるとですね、リッチポートの方がスプリント力はあると思うんですよね。ここはやっぱり作戦勝ちですね、フルームの。この辺りはレース巧者ですね。はい、ということで今続々と選手が帰ってきている状況ですが、いや上りのところの仕掛けたポイントなんてその後もうペースが落ちませんでしたもんね、はい、はまあ、こう力の出しどころ、うん、まあ、今日勝ってそのリーダージャージを着るっていうことの大切さをね本当に分かってましたね、まあ、昨日の時点でリッチーポートコンタドールがフルームに対してタイムを落としたというところでその順位もね、入れ替わって詰まった。で今日一気にもうリーダージャージ取りに行くというね、はい、これでアルがゴールしましたね。1分58秒ぐらいですかね、はい、タイム落としました。落としてしまいましたね。まあもう苦しくなって遅れた時点で、まあ、明日以降のステージ優勝に
かけることもできたんですけれども、最後まで踏み続けましたよね、まあ、こういったところを選ぶというのも、まあ、今後のコンディション作りに考えてのゴールの仕方だと思いますね。そうですね。いや最後これリッチーポートに前に行かせなかった、はい、もう踏み切りましたね最後ですね。結果リッチーポートはボーナスタイムのマージンは取れなかった。ここはボーナスタイムマイナス10秒取ったのがクリス・フルーム。そしてコンタドールがこの後タイムを落としてのフィニッシュになってますので、ですね、残り 150m。 この2人の差は2秒しかなかったんですが、リッチポートが前に出るしか今日のステージの中ではね、強かった、もうこう涼しい顔してますよね。ねえ、まだ余裕ですよね。ポートはね、抜かれた時点でかなりきつい顔してましたので、この辺の温度差が今日のステージ優勝の差につながっ、ったというかね、決まったんじゃないかなと思いますね。はい、そして、あ、かつての。なんかいいですね。いいですね。まあ本当レースが終われば、ね、もう仲のいい、はい、同じプロトン内のね選手ですので。そうですね。はい。そしてこの人、今日はこのリーダージャージを話すことになりました。あのコンタドールがこういきなりストップするのは、はい、来ましたよ。これがステージですね。これステージが1秒でイエーツ、コンタドール21秒落としたというところですか、はい、もう大きくタイムを落としたと、ね、総合もしかしたらイエーツ少し上がってきた可能性ありますよ ね、 ですね、はい、アダム・イエーツは31秒遅れで今日のステージ前ですね、31秒遅れの7位だったんですが、ここでアダム・イエーツも順位を上げてくる状況になります。さあそろそろ総合出ますかね。これ3位4位5位のところです。3位争い、かなり白熱しましたね。そうですね、はい、まあ、マイナス4秒ありますからね、ボーナスバルデもね、悪くないところでゴールしてますね、あちょっと悩ましげーなさすが、ね、に今日のこの結果だと笑顔は出ません。この2人は最後は競り合った2人です。まあ、この両者は明日もねまたどうになる、どう戦いになるかというね、ことになりますけども、まあ、コンタドールがまたあと2ステージで、はい、動きを見せるのか、それとももうそれほどもう無理をせずにということになるのか、いやー、行くと思います ね、はい、彼の場合だと、まあ、行ってほしいですね。ダン・マーティンも最後まで競って、ダン・マーティンも12秒差でこのレースの前に入ったんですけども、まあ、ダン・マーティンもね、最初仕掛けたのはダン・マーティンですから、はい、自ら何かやってやろうというところにありました。あ、これまあ、最初の、ね、アタックには遅れたんですけれども、はい、自分のペースで上がっていって、この辺の、ね、ペーシング、そして自分が行けるところでこうアタックをするというね、うまいですね。まあ、ある意味コンタドール潰し的な作戦かもしれないですね。はいはいはい、なぜかというとそのボスターハゲですね、はい、一定で強いペースで走る選手がいないですからね。フルームが総合リーダー、そしてリッチーポートが7秒差で2位、コンタドールはここで27秒差がついてしまったという状況です。さらにはダン・マーティンが4位に上がりまして、イエツは6位ですから1つ順位を上げたというところです。しかしフルーム、リッチーポートはここまで7秒差なんですが、コンタドールが27秒差に落ちてしまったということになりました。
そしてゆっくりと帰ってきましたグルペット集団です。かなり混雑してますね。そうですね、上りこの山の上に、チームバスが止まれないと思いますので、途中にね多分ダムのあたりでしょうかね、もしかしたら、チームバスが止まっているところに戻らないといけないですね。これが改めてステージですね。これ新人賞争い、ヤングライダー争い、これイエーツとアラフィリップですが27秒ですか、8秒ですから、まだアラフィリップがキープですね。今日のステージ前まで22秒差がこの2人ありましたけども、今日8秒イエーツが詰めましたが、まだアラフィリップがヤングライダーはキープという状況。これもあと2日間のレースでどうなるかですね。今日アダムユーツ良かったですもんね。そうですね、かなり最後の最後まで踏み切れましたから、そういう意味ではかなりいい走りをしましたね。アラフィリップとイエーツ、ちょうど10秒差ですか、これで見るとね、ということで、コンタドルの27秒がこの後どうなのかということで、まだダンマーティンは37秒ですか。いやフルームのね、ペーシングがもうすごかったですね。ボクレルも帰ってきましたね。今日は途中ね前に出て抜ける逃げるシーンがあったんですけども、ちょっとやっぱりチームのねジャージが変わると雰囲気違いますね。変わりますね。ピエール・ローランのあのキャノンデールのジャージの方がなんかちょっとあのヨーロッパの感じがしてしまうんですが、まだ見慣れない感じですね。テクレハイマーのがここでゴールですね。テクレハイマーのは今日は山岳リーダージャージをコンタドールから取る。そうか、コンタドールは今日はそうすると総合と山岳ポイント2つ離れると。お葬式の準備が現地では行われております。この景色もいいですね。そうですね、ヨーロッパはやっぱり景色がね、山に行くと本当にいいところが多いですね。今日から上りのステージが3つ続きますね。明日はもっと厳しいその設定になってますから、はい、明日はもうクイーンステージですので、はい、選手にとっては踏ん張りどころ。逆にね今日逆転されたコンタドーリもね、チャンスが回ってきてほしいですね。これ前に出られたシーンですね、コンタドールからしますと、はい、でパッとちらっと横見た時にリッチポートがもう前に行って、あっという間にこの差がつきました、はい、思ったほどこれいけなかったっていうのは何ですかね。やっぱ疲れが出てたんですかね、足の周りは。コンタドールの、調子いい時を考えると、持たないなっていう感じがしますね。だから、単純に体調的な部分だと思うんですけどね。インタビューです。フルームです。Chris First, mountain stage and a huge smile on your face. You must be satisfied with that, dropping Contador, but you were there with Rich as well. Yeah, amazing feeling. I mean, to be at obviously this level, this point in the season, just before the Tour de France, to get a win like that, that's a really nice feeling. You wanted to hit hard early, as soon as this Friday. Yeah, I mean the team rode really well all day. They rode a really aggressive race. The guys set it up for me perfectly coming into the last climb. They really set it up perfectly for me. So I gave it everything I had to try and make a difference on that final climb. And Richie's obviously in great shape at the moment. He seemed to follow me relatively easily. And hopefully that's a gauge of things to come. But let's see. It's still a really hard day tomorrow. The race definitely isn't over yet. The yellow jersey obviously on your shoulders. Are you surprised with the gap with Contador, for example?
I did expect on such a short climb, only really 4 kilometers long, that he had managed to hold on today. So I was a bit surprised with that. But if I've learned anything about racing against Contador over the years, it's that he never gives up and he only bounces back after a day like today, even stronger tomorrow. So let's see what he's got tomorrow. Merci beaucoup. Thank you. はい、ということでクリス・フルームでしたけども、はい、まあ、鶴の前哨戦としてはね、まあ、非常にいい体調で来れていて、チームを、よくコントロールしてくれて、最後の上りできちんとね、その力が出せた、まあ、コンタドールの走りには驚いてるけれども、まあ、彼はね、もうネバーギブアップの精神を忘れない選手なので、安心なんかしてられないんですけど、まあ、ポートについてもね、あのかなり絞れていて、その、彼にね、明日明後日の中で、まあ、すごく集中力が必要だということでしたけれども、まあ、あのかつて一緒に走ってた選手だからこそ分かることもありますよね、まあ、そうでしょうね、お互いのその間合いというかね、はい、まあ、しかし、まあ、コメントの中でどれだけ彼の中 の, その本気度があったか、コンタドールは、ね、まだまだやっぱり諦めの男じゃないんで、明日もちょっと怖いよと思っ言ってましたけども、今の状態なら俺の方が良かっただろうと思ってるのか、まあ、そのあたりは明日のレースでね、答えが出ますけども、まあ、でも今日の上り見たら強かったな。Voilà, Christopher Froome qui savoure ce sixième succès d'étape sur les routes du Dauphiné et que nous allons retrouver dans quelques instants, car c'est maintenant eh bien, la remise du maillot jaune et bleu. 3時間と32分20秒です。ステージの表彰をご覧いただきまして、今度は総合リーダージャージです。マイオジョーヌ。まあ、これでこのステージで取りましたので、先ほどね宮澤さんのご紹介にもありましたが、取ったこのドフィネの直後のツールは取ってるというね記録もありますし、取れなかった時は取らなかった、まあ、トラブルもアクシデントもあったりしたシーズンもありましたけども、まあでもこの笑顔をね、あさって、はい、していなければいけませんので、まだまだ戦いはこれからですよね。今日で終わりじゃないんでね、はい、まあ、でもね、一安心というところでしょうね、今日のこのステージの前 の, その昨日のステージ終了後 の, あの9秒のポ、秒差ですよね、はい、あれは結局今日響いたんですか、それともそれなしでも、リッチーポートに対しては響きましたね、響きましたね、はい、あれがなければ今日2秒差でリーダー来てますので、そういった意味ではリッチーポートにとってちょっと、まあ、アンラッキーですね、昨日はボストンハーゲンです。まあ、昨日の、ね、そのステージの優勝もありましたけども、ちょっとその、ね、チームの、同じ、ね、下部組織のメンバーの事故といいますか、怪我もあって彼に捧げるステージ優勝でもありましたけども、ポイントリーダージャージはバソンハーゲンです。ノルウェー国旗、ノルウェーのこのチャンピオンジャージをつけての今日は走りになっていましたが、バソンハーゲンです。バソンハーゲンは、はい、あの調子も良さそうですし、ですね、はい、あの表情もかなり、あのリラックスしてますし、いい体調だと思いますね、ですね、はい、今ちょっと別選手いるかなと思ってちょっと見てしまいましたね、まだまだっていうか、まあ、あの今の中にはいなかったですね、はい、アラフィリップが247ポイントです。そしてブアニがねやめてしまいましたので、ブアニはツールへの集中をしたいんでしょうかね、そうですね、
さて、アナ・フィリップ今日は最後の競り合いのところでは絡むことはできませんでしたが、ヤングライダージュリア・本当に若いですね、その若手の中での争い、イエスとは10秒差ですね。明日が我慢のしどころですかね。アダム・イエスとアラ・フィリップの戦いです。L'ascension du col de la Madeleine, et évidemment des points à prendre pour le classement de la montagne. Et justement, le classement de la montagne, il a souri à l'homme qui était vêtu de rouge à pois blanc l'an passé. Il retrouve son maillot. 山岳ですね。Classement de la montagne parrainé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. まあ、テクレハイマノが今日は、あ、来ました来ました。山岳リーダージャージをここで掴むということになります。これは今日のレース前のチームミーティング通り結果で出たんじゃないですかね。ですかね。今日は行くぞというようなおそらくメッセージあったと思いますが、まあ、ポートが切るのとテクレハイマノが切るのでは胴の長さが全然違いますので、ちょっと違うジャージにも、ね、見えなくもないです、はい。qui tentera demain de prendre de précieux points notamment au sommet du col de la Madeleine, le toit du tour, le col hors catégorie. はい、ということでコンタドールからの山岳リーダージャージの移動になります。はい、1.1 ですから、まもなくこの、湖を渡ったところから宮澤さん、これ来ますかね。そうですね、もう登り始める、さっき、歩道 6.4 キロでもう登り始めてましたので、はい、そろそろ登りですね。ですね、はい、でどん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 勾配がきつくなりますので、はい、できればこの辺りで、最後の位置取りを前に上げて、登りに入りたいところですね。ただ最初の、まあ、登り勾配のところの区間というのが結構厳しい、その傾斜からスタートしていきますので、そうですね、 10.8 というのがもうすぐにあります。アルフィリップ上がってきましたね。3番目、前から3番目に走っています。でこういう温度差がある方がアシストもこう動きやすいと思いますね、うん。後ろ1分7秒、はい、誰の足が残っているのか。さあ集団はこの位置、エディックス、トニー・マルティン前から2番目、さあ腹登り始めます。さらに厳しい登りに入っていきます。ロッと NL も前に来ました、はい、かなりペース速いですね。そしてあの、道幅が広いのでコントロールしにくいんですよね。こう後ろからスーッと上がってくるチームがどん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 出てきたりしますので、相当速いペースで先頭を引かないと。あ、そしてここから、道幅が狭くなりますね。ここガスパロット行きましたね。行くかな、行くかな、右から行った。さらにはキンタナが後ろマークしました。キンタナが後ろついた。さらにはゴチエも行く。グリブコとフザルスキーがつけないか。さあ前は3人に変わってゴチエはついていければというところ。ガスパロット強いですね、
まあ、ここまでこれだけ逃げてきて、そしてもう残り5キロ、このアタックはね、全開です ね。あ、ゴチエもゴチエも頑張ってここはついていきたい。じりじりと離されますね。ヘシダルは切れましたね。まあこのレースはね、なかなか難しいかなという感じですね。今度はスカイです。スカイが前に来ています。ゴチエもどうやら前の2人につけない。前の2人との勢いは違います。残り 5.2 ルジャニー足が長いですね。ランダが行くとちょっとこれ後ろ反応しないとまずいですよ、はい、そして金棚が後ろでしたが、さあこの辺りギャロパンです。ドニギャロパン、ランダが動いて、今1分3秒遅れですね、うん、ランダは、まあ、行かれると怖い選手ですよね。まあそうですね。そしてこのランダのアタックを使ってもしかしたら他にジャンプラップしたい選手なんかがね、はい、出てくると、まあ、レース面白くなってきますよね、うん、トニー・マルティン、金太郎です。おっとガスパロット抜け出しましたね。さあコンタドールとアラフィリップ、さあ前がちょっと反応し始めていますね。いつもの得意のダンシングコンタドールです。ボアッソンハーゲンはどうですかこれ。皆さん苦しい、はい、今日は、バソンハゲンの日ではないですね、まあ、ランダはね今年の春先もかなり調子が良かったので、このシーズン中盤に向けて、まあ、どんな体をね作ってくるのかっていうのは非常に興味があるところですよね。おお、もう一回上げますか。なんだ後ろの集団は黒いチゲルですかね。かなりこれ、あの強いペダリングで走ってますので、ここの勾配はやっぱきそうですね、あの上りこの山の上に、チームバスが止まれないと思いますので、あの途中にね多分ダムのあたりでしょうかね、もしかしたらあのチームバスが止まっているところに戻らないといけないですね。これが改めてステージですね。これ新人賞争いヤングライダー争い、これイエーツとアラフィリップですが27秒ですか、8秒ですからまだアラフィリップがキープですね。今日のステージ前まで22秒差がこの2人ありましたけども、今日8秒イエーツが詰めましたが、まだアラフィリップがヤングライダーはキープという状況。これもあと2日間のレースでどうなるかですね、うん、今日アダムユーツ良かったですもんね。そうですね、かなり最後の最後まで踏み切れましたから、そういう意味ではかなりいい走りをしましたね。アラフィリップとイエーツ、あ、ちょうど10秒差ですかこれで、ね、うん、ということで、まあ、コンタドールの27秒がこの後どうなのかということで、まあ、ダンマーティンは37秒ですか。
いやフルームのね、テイシングがもうすごかったですね。ボクレルも帰ってきましたね。今日は途中ね前に出て抜ける逃げるシーンがあったんですけども、まあ、ちょっとやっぱりチームのねジャージが変わると雰囲気違います、ね、変わりますね。ピエール・ローランのあのキャノンデールのジャージの方がなんかちょっとあのヨーロッパの感じがしてしまうんですが、まだ見慣れない感じですね。テクレハイマノがここでゴールですね。テクレハイマノは今日は山岳リーダージャージをコンタドールから取る。そうか、コンタドールは今日はそうすると総合と山岳ポイント2つ離れると。お葬式の準備が現地では行われております。この景色もいいですね。そうですね、ヨーロッパはやっぱり景色がね、山に行くと本当にいいところが多いですね。今日から上りのステージが3つ続きますね。明日はもっと厳しいその設定になってますから、はい、明日はもうクイーンステージですので、はい、選手にとっては踏ん張りどころ。逆にね今日逆転されたコンタドーリもね、うん、チャンスが回ってきてほしいですね。これ前に出られたシーンですね、コンタドールからしますと、はい、パッとちらっと横見た時にリッチポートがもう前に行ってあっという間にこの差がつきました、はい、思ったほどこれいけなかったっていうのは何ですかね。やっぱ疲れが出てたんですかね、足の周りは。まあコンタドールの、まあ、調子いい時を考えると、うん、持たないなっていう感じがしますね。だから、まあ、単純に体調的な部分だと思うんですけどね。インタビューです。フルームです。Chris First, mountain stage and a huge smile on your face. You must be satisfied with that, dropping Contador, but you were there with Rich as well. Yeah, yeah, amazing feeling. I mean, to be at obviously this level, this point in the season, just before the Tour de France, to get a win like that, that's a really nice feeling. You wanted to hit hard early, as soon as this Friday?Yeah, I mean, the team rode really well all day. They rode a really aggressive race. The guys set it up for me perfectly coming into the last climb. They really set it up perfectly for me. So I gave it everything I had to try and make a difference on that final climb. And Richie's obviously in great shape at the moment. He seemed to follow me relatively easily. And hopefully that's a gauge of things to come. But let's see. It's still a really hard day tomorrow. The race definitely isn't over yet. The yellow jersey obviously on your shoulders. Are you surprised with the gap with Contador, for example? I did expect on such a short climb, only really 4 kilometers long, that he had managed to hold on today. So I was a bit surprised with that. But if I've learned anything about racing against Contador over the years, it's that he never gives up and he only bounces back after a day like today, even stronger tomorrow. So let's see what he's got tomorrow. Merci beaucoup. Thank you.はい、ということでクリス・フルームでしたけども、はい、まあ、ツルの前哨戦としてはね、まあ、非常にいい体調で来れていて、まあ、チームを、よくコントロールしてくれて、最後の上りできちんとねその力が出せた、うん、まあ、コンタドールの走りには驚いてるけれども、うん、まあ、彼はねもうネバーギブアップの精神を忘れない選手だね。安心なんかしてられないんですけど、まあ、ポートについてもねあのかなり絞れていて、うん、その彼にね明日あさっての中で、まあ、すごく集中力が必要だということでしたけれども、まあ、あのかつて一緒に走ってた選手だからこそ分かることもありますよね。そうでしょうね、お互いのその間合いというかね、はい、うん、しかし、まあ、コメントの中でどれだけ彼の中 の, その本気度があったか、コンタドールは、ね、まだまだやっぱり諦めの男じゃないんで、明日もきついですね、かなりきつい勾配の中を走ってます。
ガスパロット、それでもガスパロット24秒差粘りますね。これコンタドールがもう前から4番目、あるが厳しいですね。せっかくこの間ね逃げ切って優勝したんですけれども、そして22秒後ろ、残り 4.2 キロ、もう集団が20人ぐらいですかね。ガンダのペースも落ちないですね、うん、止まらず後ろも上げてきましたんで、はい、これでキンターナが吸収されるんで前はガスパロットだけですね。この辺の選手もね結構あるですね、結構みんな真面目にこう踏んでるんですけど、あるあまり調子良くないですね。ねえ、います。本当はね勾配が得意な、きついところは得意な選手なんですけれども、なかなか活かせてないですね、うん、ガスパロット表情を見ると若干苦しくなってますね。苦しいですね、うん、苦しいですけど、もうこういう苦しさに、ね、耐える術を知ってますよね、うん、この選手の時は必ずこうきつくても苦しい顔をするなって言われたんですね。苦しい顔をするともうそこから我慢ができなくなるから、うん、苦しくても苦しい顔をしないことっていうのは ね大事なんです。あっとランダが見えてきました、うん、もうこれで一気に行きそうですよ。ランダが後ろも集団が来てるか。13秒です。ガスパラットがもう一回踏み始めて、はいね、あのガスパロットから、集団の距離なのでランダからはもう8秒ぐらいのタイム差かもしれないですね、うん、後ろはスカンバーついてますね、うん、コンタドールは前から5番目あたりです。オランダがついに来ました。ガスパロットを捉えた。あー、しかし左後ろからは集団も来ています。まあ、調子が良ければもしかしたらコンタドールね、クレイジーの後ろについてそうな感じもするんですけど、なんかちょっとこう集団の中にいますよね。おー、ピノも遅れました ね。ティボピノもこのレースにはね大事なレースなはずなんですけれども、ね、ちょっと遅れてますね。Rもこの位置ですから苦しい。さあ、ランダ、ガスパロットがもうこの差になりました。ミケルランダ、そしてガスパロットがグループコンタドールに吸収。もうあとはこの人を目指して後ろから来ています。お、動いた。ダニエル・マーティン行きましたね。マーティンですね。アラフィリップの後ろついてるぞ。コンタドールはちょっと遅れたんですが反応した。フルームが遅れてますね。フルームが遅れてるね、これは。あ、アラフィリップもこれちょっとついていきたいところですが、アラフィリップ行かないのかいけないのかですね。これもうフルームの前に出た方がいいですよね。まあフルームはですねマイペースでずっと走ることが得意な選手ですので、あまりこういう揺さぶりは気にしないで走るタイプの選手なんですね。もしかしたらそちらの方にこうかけている可能性はありますけどね。ダン・マーティンが最初に動いてきました。
チーポート、コンタドール、フルームも来てアラフィリップも後ろちょっと空いてますが、なんとかここはつけそうな感じでありますけども、うん、これでランダが吸収になりますが、ロバン・バルデがフルームの前に入りましたね、うん、ランダは諦めずに踏み続けますね、まあ、ランダは、スカイの中でも2番目に、総合上位なんですけども、はい、もう1人いました、フルーム行きましたね、コンタドールがついた、そしてリッチーポート、さあフルーム来ました、これでランダとランダとどうするか、もうランダはここはスプリント力はあると思うんですよね、ここはやっぱり作戦勝ちですね、フルームのこの辺りはレース巧者ですね、はい、ということで今続々と選手が帰ってきている状況ですが、いや、あの上りのところの仕掛けたポイントなんてその後もうペースが落ちませんでしたもんね、はい、まあ、こう力の出しどころ、うん、まあ、今日勝ってそのリーダージャージを着るっていうことの大切さをね、本当に分かってましたね、まあ、昨日の時点でリッチーポート、コンタドールがフルームに対してタイムを落としたというところでその順位もね、入れ替わって詰まった、で今日一気にもうリーダージャージ取りに行くというね、はい、これでアルがゴールしましたね、1分58秒ぐらいですかね、はい、落としました、落としてしまいましたね、まあ、もう苦しくなって遅れた時点で、まあ、明日以降のステージ優勝に、かけることもできたんですけれども、最後まで踏み続けましたよね、まあ、こういったところを選ぶというのも、まあ、今後のコンディション作りに考えてのゴールの仕方だと思いますね、そうですね、いや、最後これリッチーポートに前に行かせなかった、はい、もう踏み切りましたね、最後ですね、結果リッチーポートはボーナスタイムのマージンは取れなかった、ここはボーナスタイムマイナス10秒取ったのがクリス・フルーム、そしてコンタドールがこの後タイムを落としてのフィニッシュになってますので、ですね、残り 150m、 この2人の差は2秒しかなかったんですが、リッチポートが前に出るしか今日のステージの中でもね、強かった、うん、もうこう涼しい顔してますよ ね、 ねえ、まだ余裕ですよね、ポートはね、抜かれた時点でかなりきつい顔してましたので、うん、この辺の温度差が今日のステージ優勝の差につながっ、つながったというかね、決まったんじゃないかなと思いますね、はい、そしてあ、かつての、なんかいいですね、いいですね、まあ本当レースが終われば、ね、もう仲のいい、はい、同じプロトン内の、ね、選手ですの で、 そうです、ね、はい、そしてこの人今日はこのリーダージャージを話すことになりました、あのコンタドーがこういきなりストップするのは、はい、来ましたよ、これがあステージですね、これステージが1秒でイエーツ、コンタドール21秒落としたというところですか、はい、もう大きくタイムを落としたと、総合もしかしたらイエーツ少し上がってきた可能性ありますよ ね、 ですね、はい、アダム・イエーツは31秒遅れで今日のステージ前ですね、31秒遅れの7位だったんですが、ここでアダム・イエーツも順位を上げてくる状況になります、さあそろそろ総合出ますかね、これ3位4位5位のところです、
3位争い、かなり白熱しましたね。そうですね、はい、まあ、マイナス4秒ありますからね、ボーナスバルデンもね、悪くないところでゴールしてますね。まあ、ちょっと悩ましげな、さすがに今日のこの結果だと笑顔は出ません。この2人は最後は競り合った2人です。まあ、この両者は明日もね、またどう戦いになるかというね、ことになりますけども、まあ、コンタドールがまたあと2ステージで、はい、動きを見せるのか、それとももうそれほどもう無理をせずにということになるのか。いや、行くと思います ね、はい、彼の場合だと、まあ、行ってほしいですね。ダン・マーティンも最後まで競って、ダン・マーティンも12秒差でこのレースの前に入ったんですけども、まあ、ダン・マーティンもね、あの最初仕掛けたのはダン・マーティンですから、はい、自ら何かやってやろうというところにありました。あ、これまあ、最初の、ね、アタックには遅れたんですけれども、はい、自分のペースで上がっていって、この辺の、ね、ペーシング、そして自分が行けるところでこうアタックをするというね、うまいですね。まあ、ある意味コンタドール潰し的な作戦かもしれないですね。はいはいはい、なぜかというと、そのボスターハゲですね、はい、一定で強いペースで走る選手がいないですからね。フルームが総合リーダー、そしてリッチーポートが7秒差で2位、コンタドールはここで27秒差がついてしまったという状況です。さらにはダン・マーティンが4位に上がりまして、イエツは6位ですから1つ順位を上げたというところです。しかしフルーム、リッチーポートはここまで7秒差なんですが、コンタドールが27秒差に落ちてしまったということになりました。そしてゆっくりと帰ってきました、グルペット集団です。もう置いていきますね。置いていきますか、はい、うわ、これ上りのマッチアップです。この辺りですよね、あのフルームの分からないところ、ちょっとコンタドールが今日疲れた感じです。そしてフルームと一緒に走ってたアラフィリップが、ね、遅れてしまいましたよ ね。ダン・マーティンも後ろ、これでリッチーポート含めて3人になりました。おっと、あるコンタドールがちょっと遅れ始めましたよ。ダン・マーティン後ろ、さらにはバルデも後ろ、バルデもつけないですね。これはうわ、すごいですね。コンタドールはあれですね、マルティンと一緒に行った方がいいかもしれないですね。マルティンはあの一定ペースで走るのが得意な選手ですけど、これどう、あ、ちょっとこれ触りますね。いやー、コンタドールが苦しい。あれ、勢いが全然違いますね、フルームと。はい、うわー、これはいい仕掛けになりました、フルーム。今現在4秒差ですが、コンタドールに対してこれタイム取ってます。取ってますね、はい、ダンマーで行きましたよ。リッチーポートはこのままフルームについていって、うん、はい、まあ、今2秒差の3位ですので、2秒以上の差をつけてゴールしたいところですよね。そうするとこれ上入れ替わりますからね、はい、まあ、それこそ昔のね、自分のエースとこう戦う時っていうのはね、またちょっと複雑な気持ちかもしれないですね。任したいです。ボーナスタイムありますからね、これ4秒ありますんでね、10秒と6秒でこのマージンが4秒、そして3位に入るとマイナス4秒。コンタドールはどうなんだ、後ろからどんどん来ますよこれ。そうですね、これは後ろの集団、まあ、勢いがね、あまり強くないので、できれば見える範囲内でマルティンと2人で行きたいところですね。とりあえずここは2人つきました。さあ、これフルーム残り2キロ切っています。で、一旦ヘーター基調になって、最後400m まだ登ってゴールです。どこまで詰めることができるか。まあ、フルームは今あれですね、声かけましたね、リッチーポートに。どうするか。
できるだけ上げていこうということになったのか、まあ、ある意味ポートもね、フルームのもしかしたら弱点をね知ってる可能性ありますので、弱点というかその自分が勝つためには、彼に勝つためにはどう走るべきなのかっていうのが見えると面白いですね。今度はリッチポート、まあ、アシストとして走ることとエースになることというのは全く違うことですので、うん、あれだけ、ね、もう強力なアシストができたリッチポートでも、エースになったからといって勝てるかどうかというのは、ね、難しいですね。アラフィリップがこの位置後ろです。グループ3です。自分で行きますか。もうさらにはピエロローランもいました。さあこれでちょっと下り基調です。はい、もうこれで1キロですね、 ですね、はい、さあ1位2位この2人で争いになりました。これボーナスタイムありますんで、これリッチーポートは宮澤さん仕掛けたいんじゃないですかこれ。そうですね、まあ、最後ねちょっとしか登ってないので、でもね、ボーナスタイム稼ぎたいですね。いやそうですよね、はい、ポートの方が、フルムリよりは、スプリント力がありますので、はい、まあ、ボーナスタイムプラス 1,2 秒稼げると、うん、また面白いかなと思いますね。そうすると総合の順位も変わりますんでね。どうでしょうか。そうですね、コンタドールから今現在タイムを取っていますが、この2人リッチーポート前、ポートに行きますね。自分で内から行った。うわ激しい競り合い、うまく抑えた。残り300、ここからちょっと上りながらです。うわ激しいマッチアップだ。フルームどうする。内から行った、ね、内から狭いところついた。フルーム行った、前出ました。残り200。さあリッチーポートはどこで行くのか、どこで勝負。うわどっちだ。ポートの表情もきつい。いやすごいスプリントになっています。フルームもう1回上げた。さあリッチーポートボーナスタイム取れるか。いやフルームが抑えている。フルームが強いぞ強いぞ。抑えたか、力でねじ込んだ。そしてリッチーポート、さあ3位はダン・マーティン、そしてイエーツ、コンタドールはその後ろ。ダン・マーティンが前、コンタドールは前に出れないか。アダム・イエーツが最後から行きました。ダン・マーティンの横どっちだ。3位はイエーツか。コンタドールが5位。あバルデがここで帰ってきました。いやコンタドールが5位でフィニッシュ、はい、タイム落として、さあ宮澤さん総合の順位が変わりましたね。変わりました。そして、まあある意味フルームの作戦勝ちだったかなというふうに思いましたね。下り坂できちんと休んで、残りに入っても先頭に出ずに最後のこの直線にかけた。普通に考えるとですね、リッチポートの